矢部和樹は、広島県広島市東区出身のプロ野球選手。宇と右内、ち。広島東洋カーアップ所属。妻は、モデル、タレントのカルナ。広島市立屋が小学校、広島市立に幼中学校を卒。中学時代は、広島アキジトルシニアでプレー。岡山理科大学附属高校では、一学年上のキュウリアレンに続く有望な投手と、 目されていたが、3年時に右肘を疲労骨折し、目立った成績は残せなかった。高校卒業後は、アジア大学で野球を続けたものの、右肘の骨折が再発し、3年時に、トートリーグ戦へ2試合当番、しかし4年時に右肩を痛め、リーグ戦に復帰できないまま大学野球生活を終えた。一部リーグ通算2試合に、当番、0勝0敗。 防御率0.00。2014年10月23日、ドラフト会議で広島東洋カープから2意指名を受け、11月25日、契約金7000万円、年俸1000万円で仮契約を結ぶ。2015年は、故障を抱えた状態でのスタートだったが、春季キャンプで1年ぶりに投球練習を行い、3月25日の、 ウエスタンリーグ対中日ドラゴンズ戦で2軍初、登板。4月28日に、7月1日に1軍に初昇格し、初先発初登板した、同日の対読売ジャイアンツ戦で、5回2失点で、初勝利、直球は、自己最速の時速153キロメートルを計測。2016年は中継ぎを中心に16試合に、登板し、 八月三十一日の横浜 DNA ベイスターズ戦では、福井優也のアクシデントで緊急先発をし、六回にアンダム失点など、終盤に参照。二千十七年は、開幕一軍入りし、当初はリリーフだったが、交流戦から先発に転向し、六月十三日のオリックスバファローズ戦では、金子千博と投げ合い八回を無失点に抑え、八月十二日の巨人戦では、 菅野智之との投げ合いを1対0で制し、プロ入り初の完封勝利。自己最多の15勝、自身初タイトルとなる最高勝率も獲得。10月12日に第1回アジアプロ野球チャンピオンシップの日本代表に選出される。CS ファイナルステージでは第1戦で先発し、5回コールドながら CS 初登板完封勝利を挙げた。第4戦にも先発したが、 レギュラーシーズンでも未経験の中4日の当板間隔が影響し、4回、0、3を4失点で越され、敗戦投手となった。2018年は、開幕4戦目に先発し勝利したものの5回を投げ、四死球7とコントロールに苦しみ、次の当板でも5回を投げ四死球8の内容で、先発ローテーションから外された。リ,リーフでは一定の成果を上げたことにより4月30日の、 大半身5回戦で、先発復帰したが、4回を投げなし死球の内容でに、軍落ち。その後1軍に復帰しても、不審の投球で、即に軍落ちを2度経験し、わずか9試合に投板し2勝1敗、防御率5.74に止まった。26.2投球回に対しを死球32。しかし2軍では16試合の投板で7勝0敗、防御率2.55だった。 2019年は不調で1軍では、わずか4試合の当番で0勝2敗防御率9.24の大乱調でプロイリアと初の未勝利に終わった。2軍でも20試合6勝8敗1セーブ防御率3.98と苦しんだ。2020年は、初当番が開幕から10日後となったが、中継ぎで5試合無失点と高騰。7月16日の対巨人戦にて、 シーズン初先発したが、3回3失点で、ノックアウトされ、敗戦投手となった。その後は再びリリーフでの登板が主だったが、9月13日の大阪神戦で3ヶ月ぶりの先発、しかし結果は2回5失点で、ノックアウト即二軍落ちとなった。10月22日の大阪神戦で1ヶ月ぶりに、昇格すると先発として6回に失点8。 脱三振で2年ぶりの勝利を挙げ残りのシーズンも先発として登板したが、この一勝のみで終わった。投球フォームはテイクバックが小さく188センチメートルの長身から直球は最速時速156キロメートルを記録。フォークボールのように変化の大きいツーシームやカットボール、カーブなどを投げる。2017年11月25日セリーグ。 優勝パレード大学時代は怪我のため登板機会が少なくほとんど無名だった。矢豚の母親は一時期タクシー運転手として働いており、広島の球団オーナー、松田元を偶然にも客としてタクシーに乗せ、その際に息子が大学で野球をしていることを紹介したことをきっかけに広島のスカウトがマークするようになった。担当スカウトの松本雄二は、 三年の矢タについて、これは、すごい逸材に出会ったとびっくりしましたと評価していた。その後、矢タは再度故障するものの、松本は母校のつてでもう怪我の心配はないという情報を入手し、また、打球団に矢タを指名する動きがあったため、2位での指名に踏み切ったという。矢タと同じく、アジア大学出身であるモデルのカルナと2015年の夏頃より交際。 2016年5月に婚約し、翌2017年、カルナの誕生日である5月20日に婚姻届を提出した。ありがとうございます。